支持選への出馬の意向を示しているのは新潟市秋白にある住宅メーカーの副社長を務める片桐直美さんです片桐さんは脱原発を訴える市民団体の会長を務めていて NST の取材に対しウクライナの原発が攻撃されているのを見てより危機感が高まって決断したとコメント 柏崎刈羽原発の再稼働反対を主に訴ええていく考えです知事選を巡っては野党第1党の立憲民主党が候補者の擁立を断念した一方で社民党や共産党が独自候補の擁立を目指していて今後、市民連合などとともに片桐さんの支援に動く可能性があります。協力 これから検討中ですまだ段取りもあるし調整もしないかな知事選には先月花積知事が再選に向けて出馬することを表明し自民党などのほか国政野党の国民民主党や連合新潟も支援する方針を示しています知事選は5月12日告示29日投開票です